秘密戦隊、ゴレンジャー爆弾ハリケーンは、1976年7月18日に、東映漫画祭りの一編として公開された、東映制作の映画。カラー、シネスコ、20分。東映イクタスタジオ制作。スーパー戦隊シリーズの元祖、特撮テレビドラマ、秘密戦隊、ゴレンジャーの映画作品。東映は、恒例の、東映漫画、祭りで、 前年夏と冬、同年春に、テレビ本編、秘密戦隊ゴレンジャーをワイド画面にトリミングして、番組に組み入れていたが、オリジナルの映画作品としては本作品が、初となる。作劇は、四国ロケを中心として行われ、日本高速フェリーのサンフラワーや、ホテル奥道後とタイアップし、石槌登山ロープウェイ、奥道後ゴルフクラブなどの関連施設、また、高知港、 北条鹿島、松山城など四国の名称を織り込んで撮影が行われた。脚本を担当した上原昭三は本作品の執筆にあたり四国でシナリオハンティングを行った。このロケ撮影は同行遺局のストーリーによってテレビ本編の第59話から第61話と同時進行で行われ、キレンジャー役も二代目の熊の第五郎。 黒十字軍幹部怪人も四代目のゴールデン仮面大将軍となっており、テレビ本編の第55話から第67話までの間にあたるエピソードとなっている。サンフラワーでの高知入校、ホテル奥道合とのタイアップロケは、3年前の仮面ライダー V3 体デストロン怪人でも、テレビ本編と劇場版のロケ順路として使われている。本作品で死の承認役を演じた。 とどろき賢治は旅行代理店を兼業する俳優で本作品のロケのコーディネートに一役買っている。黒十字軍は日本征服のために次々と仮面怪人を送り込んできたが無敵を誇るゴレンジャーのためにことごとく倒されてしまった。そこで黒十字軍総統は一気に逆転勝利を収めるためミサイル攻撃を計画。 四国松山にミサイル基地の建設を進めていた。その攻撃目標は北海道、東京、名古屋、大阪、四国、九州と日本全土に及ぶものだった。このミサイル基地建設からゴレンジャーの目をそらすために相当枠の十字軍切手の無法者、鋼鉄建流を呼び寄せる。タイヤプロケが行われたホテル奥、道後一方、 四国地方に黒十字軍のミサイル基地があるらしいとの情報をキャッチしたゴレンジャーはフェリーサンフラワー号で密かに四国へと向かった。その戦場でゴレンジャーチームは不審な中年男性、ケンイトーと国籍不明の美女の二人連れに目をつける。美女がプールサイドに忘れた小物入れには通信機能を備えた化粧道具が見つかった。二人を ただの観光客ではないと見て取ったゴレンジャーは調査を開始。新命とペギーは二人の部屋から長距離ミサイルの設計図を発見する。美女の運転する車は高知港でおり、夫婦名義での宿泊先ホテル奥道後へ向かった。これを追ったゴレンジャーチームのもとにジュネーブ本部から返事を受けた江戸川総事例の知らせが入る。県伊藤は 世界をまたに兵器を売り歩く死の商人だった。伊藤が黒十字軍に売り渡した長距離ミサイルは、すでに松山にあると見た、会場らは、早速、松山周辺の調査を開始する。ロケに使われた、北条港と北条岡島ホテル奥道後の、西木晴殿に向かった県伊藤と美女を尾行する熊野と零零七。一方、新命は、石槌登山ロープウェイで、 黒十字軍の襲撃を受け、飛行戦艦、バリドリーンを呼び、空からの探索に切り替える。これを知ったゴールデン仮面大将軍は、山中のミサイル基地の完成を急がせるのだった。ホテルを出て、北条港へ向かうケニトと美女を、熊野と零零七の連絡を受け、ニューレッドマシーンで追う海城。二人は、北条港から連絡船で、北条岡島に渡り、 駆けつけた海上とペギー、アスカの前に、黒十字軍兵士と鋼鉄拳竜が現れた。美女の命令を受け、猛然と三人に襲いかかる、鋼鉄拳竜。変身してこれと戦う三人だが、赤レンジャーのレッドキックも、必殺のゴレンジャーハリケーンも鋼鉄拳竜には、通じない。さらに、海へ逃れたケミトと美女を追い、激しいモーターボート戦が展開される。 三人の船を襲うケニ島の爆弾攻撃を受け、ついにこれを取り逃がす海上たちだった。松山城天守閣逃げた二人の行く手を、松山城と睨んだ海上らは、そこで、ケニ島、美女、ゴールデン仮面大将軍、鋼鉄建立威嚇路十字軍団の出迎えを受ける。高笑いと共に、黒十字軍総統の正体を表す、謎の美女。総統は、海上らに、 陽動作戦の成功とミサイル基地の完成を告げた。かくて、四国の明石松山城下に、黒十字軍と五人揃った五レンジャーとの激しい戦いが始まった。桃モモレンジャーの爆弾攻撃で、県伊藤は絶命、青レンジャーのウルトラブルーチェリーで、天守閣に立つ総統を仕留めたと見たのもつかの間、まんまと総統以下黒十字軍は、四国山中のミサイル基地へと遁走してしまう。 バリドリーンでミサイル基地へと向かったゴレンジャーの目の前に口を開けるミサイル発射口。ついに発射された長距離ミサイルだったがバリドリーンの攻撃で空中爆発、さらに万能戦車バリタンクの活躍によって地下のミサイル基地も爆破され怒りクルー、鋼鉄権流とゴレンジャーとの最後の決戦が始まった。鋼鉄権流を倒すためモモレンジャーは 爆弾ハリケーンを、用意、5人それぞれに手渡される、エンドボール。一斉に打ち込まれた、エンドボールは、鋼鉄拳流の体に吸い付き、その硬い装甲を砕き、ついにこの強敵を打ち破った。使命を果たしたゴレンジャーは、バリドリーンで四国を後に、大空へ消えるのだった。ありがとうございます。